春に単行色の花を咲かせたちまきけまんの開花状況を紹介しましょう。ちまきけまんはケシ科キケマン属の二年草で、通常海岸付近から内陸部の日当たりの悪い湿っぽい場所で見かけます。開花時期は3月から4月です。枝先の葉脇に単行色の果樹、長さ15から20ミリをつけ多数咲かせています。この時期、花と果実を同時に見ることもあります。高さは20から50センチです。葉は紅蘭系の2回羽状複葉で、小葉は羽状新裂から前裂しており、裂片は紅蘭系で結穀があります。咲く花は長さ5センチほどで、先端は鍵状になっています。しばらく開花状況をご覧ください。紫クマンも近くで咲いています。開花がさらに経過すると、花の色が濃い黄色になってきます。そして、上心が赤茶色に変色します。
シマキケマンの開花状況をご覧いただきました。ではまたお会いしましょう。